山本先生はこのニュースどうご覧になりますかそうですねこうアメリカにおけるこの政治的分断の根深さのようなものをやっぱり感じますよね。なんていうかこうあの政治が感情とかこう憎悪みたいなものにこう支配されてしまう民主主義っていうのをこう信じてきたアメリカでその民主主義のこう結末をです、ね、見るような、うん、そういう気持ちにもなりますね。その分断の,やっぱりその原因っていろいろあると思うんですけど私は一つやはりメディアの環境というのがあるんだろうと思います。で特にあのエコーチェンパー っていう、あの、言葉がありまして、これはい、日,日本語でやると、これは、は言葉が、あの、声が反響する。反響の部屋、反響室と。小さなところで、同じ声がずっと聞こえてるい。うで,すね、特定のですね、相手と。 コミュニケーションを取っているとその何て言うんでしょう。その考え方というものがこう正しいんだと、あるいはこんなに仲間がいるんだと思ってしまって、その自分の考えを増幅して極端化してしまうという問題で。あ<ー>まあ、あのこれは日本でも対岸のやっぱり火事じゃないんじゃないかなと思いますね。やっぱりあの選挙も日本の場合、まあ、遅くても来年にはあると言われてますし。しまあ、これ国民投票っていうのもまあ憲法改正もですね。はい、ないことはないわけで、うん、ま、そういう時にこの今のカオスな。 あの言論環境というのはやっぱりこう日本でもですね少し見直していく必要があるんじゃないかなと思いますねいかにこう多角的に見ていくかということが大事になってくるんですか、ね。はいはい